大野町道路原表大野町は、かつて愛知県八名群に存在した町である。豊川の支流漏れ川の砂岩を町の範囲とした。1889年の町村政志向により、大野村として発足1892年に調整を施行し、大野町となった。1956年に周囲の自治体と合併して、宝来町の一部となり、消滅した。 2005年に、宝来町が、新城市に編入されたため、現在では、同市の一部である。宝来寺と秋、葉山本宮秋葉神社を結ぶ秋葉街道と、豊橋と別所を結ぶ別所街道が交差する、宿場として栄え、明治時代には、養蚕の集散地となった。また、1896年に、東三河発の民間金融機関として、 大野銀行が設立されたを背景に、東三河の金融の中心地としても発展した。現在も古い街並みが残り、旧大野銀行本店の店舗は、大野塾、大鳥り来館という喫茶店兼ギャラリーとして運用されている。2016年3月時点で約400世帯、約1200人が居住している。前身は大野村である。周囲の村と同様に、 天正18年に吉田藩領、ついで慶長5年に徳川資料となった。以降江戸時代を通じて幕府領であり、そのまま明治を迎えた。町村制が施行された1889年10月1日、大野村の北から東にかけて存在した、六海平村、細川村、明合村、名古屋村、伊大村、野戸瀬村の6村と合併し、大野村が成立した。 7つの大技を持つ村となったが、翌1890年10月20日に7つの村が、分立する旧の形態に戻り、大野村は大技を持たない旧大野村の範囲に縮小した。1892年4月18日に、この大野村は調整を施行し、大野町に改称した。なお、大野村を除く6村は1906年、高岡村を加えて合併し、 七号村を発足させている。そのまま城域の変化はないまま推移していたが、昭和の大合併の中で、1956年4月1日に、七号村や南下ら郡町篠村蓬莱宝来寺村と合併して、宝来町の一部となった。旧大野町の範囲は、宝来町の大技、大野として継承され、2005年の新城郎市への合併後は、同市の大技に移行している。 呂川の砂岸に位置し、町の生誕を呂川が流れていた。川の対岸は、北下良郡町篠村の富境に相当する。呂川砂岸を南へ向かうと、船月村、北へ向かうと7合村以外であり、町内で呂川に合流する、あてら川沿いを東へ向かうと、山吉田村下、吉田のあてら地区、新、立川沿いを東へ向かうと7合村むつみ平となる。町内には、 町立の小学校一校と隣接する7良合村との組合立の中学校一校が存在した。大野町では大正から昭和初期にかけて大野電気株式会社という電力会社が電気を供給していた。大野電気の母体となった大野製材合司会社は1912年4月に開業し、大野町全域を対象に電気の供給を開始した。 町内を流れるアテラ川の水力を利用しており、日中は水力を用いて、製材工場を運転し、夜間は発電所を稼働させて、電気を供給する、というものであった。発電所の出力は7キロワットである。続いて、大野町の有力社大翔太郎が、町内と隣接する7々村とその、北方北下良郡三輪村への供給を目的に、 新会社三は電気株式会社の設立を計画する。同社は1919 19年12月、大野製材の電気事業を譲り受け、翌1920年6月に大野電気へと改称した。同年12月、大野電気は足が滝発電所を新設する。同発電所は、売れ川右岸、流しの村の柿平駅近くにあり、出力2 8ットの水力発電所であった。 これに伴い製材工場併設の発電所は廃止された。1924年1月には矢作水力から3 0ットの受電も開始し、大野電機の供給電力は計5 8ットとなった。昭和になって電力の国家管理が推進されると、小規模電気事業者の統合が推奨されるようになった。この流れを受けて大野電機は百三十九年四月、 事業を中央電力に譲渡した。その中央電力も配電統制により3年後の1942年に中部配電へ統合されている。王の電気が建設した足が滝発電所は戦後1951年に発足した中部電力が継承し、同社の手により1955年9月に廃止されたが、実際には中部配電時代の1945年4月に 休止されていた。大の電機の1937年末の企業データは以下の通り、ありがとうございます。